テレビ改革党、靴沢亮司です。本日は質問の機会を与えてくださり、ありがとうございます。早速ですが、私は常々、国民健康保険とは、日本人健康保険のことなのだから、外国人住民の方々が使用するのは、名称的におかしいのではないか、と思っておりました。現状のまま、外国人の利用を認めるとすれば、住民健康保険と改名するのが適切であると考えます。または国民健康保険とは別に外国人専用の健康保険制度を政府が用意すべきではないか、あるいは民間の保険会社がさまざまいろいろな医療保険を用意していますので、外国人住民の方々はそちらを利用していただけばよいのではないかと考えております。国民健康保険に加入している外国人住民の方々は日本人同様に約40万円の出産育児一時金を受け取ることができます。これは海外に出産した場合でも書類さえ揃えば受け取り可能です。知人の荒川区議会小坂英二議員が平成28年度の荒川区の出産育児一時金について調査したところ、荒川区での人口比率でわずか 3% の中国人が出産育児一時金支給総額の 26% の給付を受けていたという驚くべき事実が判明したそうです。この異常な比率について荒川区の返答は、高齢化が進む日本人に対して区内在住の外国人の方々は若い人が多いからではというものでしたが、私は 3% と 26% では9倍近い開きがあり、いくらなんでも年齢の問題だけでは説明がつかないと思います。小坂議員によりますと、外国で出産した書類を提出されれば、区としては給付せざるを得ない。外国で出産したという事実を確認する手段を区は持っていない。中国ではお金を出せば本物の出産証明書を作ってもらえると聞いている。とのことでした。また相当な数の不正請求があったのではないかと疑われる根拠としまして、小坂議員の働きかけで荒川区が実際に出産の事実があったかどうか現地の病院と公的機関に電話で問い合わせると公報するようにした結果、効果は低めで給付申請がなんと半減したそうであります。それを確かめるべく私が荒川区に問い合わせたところ、令和2年4月時点で荒川区の人口に占める外国人の割合は 8.7%、 母親が外国人である出産育児一時金支給金額は全体の 37.5% であることが分かりました。平成28年度の9倍近い開きから比較しますと、令和2年は約4から5倍となっており、荒川区では確かに半減しておりました。そこで質問させていただきます。1、豊島区における外国人の人口比率。2、豊島区における出産育児一時金の総支給件数と総支給金額。3、母親の国籍が日本以外の方の出産育児一時金支給件数の全体に占める割合。4、母親の国籍が日本以外の方の出産育児一時金国籍別支給件数と割合。5、電話をかけて確認すると事前広報をするようにした荒川区のような不正受給対策は行っているか、もし行っていない場合は今後
行っていただけるのでしょうか。以上5点をお示しください。よろしくお願いいたします。次の質問に移ります。中国武漢始発の新型コロナウイルス感染症により世界中の人々が苦しめられ、未だ完全に収束しておりません。コロナ禍にあたり、医療関係者、区役所、保健所、尽力されたすべての皆様に深く感謝申し上げます。先般、品川区が区民1人当たり3万円を給付する品川活力応援給付金を行うと発表しました。豊島区民の方から、豊島区では品川区のような給付はないのですかと、たびたびお問い合わせをいただいております。緊急事態宣言こそ解除されましたが、長い自粛による影響は今後さらに顕在化すると思いますので、豊島区独自の給付金支給を強く望みます。品川区では財源は各種基金のうち、区長は経済事情の変動、その他の事情により必要と認める場合に限り、その全部または一部を処分することができると規定されている財政調整基金を利用するそうです。豊島区の人口は約30万人、1人当たり3万円を給付するとおよそ90億円必要です。そこで質問させていただきます。財政調整基金の残高はおいくらでしょうか。2、それを用いて豊島区独自の定額給付金の実施を検討していただけますでしょうか。以上2点をお示しください。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。高野裕さん、ただいまの楠澤良治君のご質問に対しまして、お答えいたします。新型コロナウイルス感染症における区独自の定額給付金基金についてのご質問のうち、まず財政調整基金の残額についてのご質問をお答えいただきます。令和元年度の財政調整基金残高は約184億円と見込みで、これに元年度の決算剰余金の約33億円を加算をいたすことになるわけであります。これに先の臨時会での一般会計第1号補正で約18億円を繰り崩し、今回の第2号補正では約2億円を積み立て、さらに第3号補正では約1億円を繰り崩す予定でありますので、現時点における財政調整基金の残高は約199億円と見込んでおります。ご参考までに、豊島区はかつてこの財政調整基金が4000万円しかなかった時代もございました。この時の苦しさは想像を絶するものでございました。次に、豊島区独自の定額給付金の実施についてのご質問にお答えをいただきます。すべての国民を対象とした直接的な現金給付はリーマンショックに行われた定額給付金のように国において実施した経緯があり、公平性の観点からも国が責任を持って負担することがふさわしいと考えております。区は住民に最も身近な基礎的実態として、地域や区民の皆さんからのご相談を直接伺いながら、お困りになっている個々の方々に対して、きめ細やかな支援策を講じていくことが重要であると考えております。こうしたことから、現時点におきましては、特別定額給付金を加えて、区内全所帯を対象とした一律の給付金の実施は考えておりません。私からの答弁は以上でございますが、その他の
問につきましては、斉藤副区長から答弁を申し上げます。副区長、斉藤雅子さん。区の出産育児一時金についてのご質問のうち、まず、豊島区における外国人の人口比率についてのご質問にお答えください。今年5月末現在でございますが、住民基本台帳による人口は289,698人でございまして、このうち外国人は27,481人で、人口に占める比率は 9.5% となっています。次に、豊島区における出産育児一時金の総支給件数と総支給金額についてのご質問にお答えいたします。令和元年度における出産育児一時金の総支給 件数でございますが、317件でございまして、支給金額は約1億3356万円でございます。次に、母親の国籍が日本以外の方の出産育児一時金の支給件数並びに国籍別の支給件数とその割合についてのご質問にお答えします。先ほど申し上げました、令和元年度の総支給件数317件のうち、日本国籍以外の方の支給件数は125件、比率にしていたしますと 39.4% でございます。また国籍別では中国が最も多く51件で 16.1%、 次いでネパール21件で 6.6%、 以下ベトナムとミャンマーが同数の17件で 5.4% と感じています。次に、不正受給対策の実施についてのご質問にお答えいたします。海外出産にかかる出産育児一時金の申請受付にあたりまして、パスポートにより渡航の事実や当該出産が渡航期間内に行われたものであることを確認し、さらに出産の公的証明により出産の事実を確認するなど、厚生労働省通知に基づき適切に手続きを行っております。これまでのところ不正受給が疑われる事例に関しての報告はございませんが、今後も同意書の改善を図るなど必要と考えられる不正受給の未然防止対策に取り組んでまいります。以上をもちまして、楠沢良二